もう一度世界の頂点を取りたい、その気持ちが OKABE を突き動かしています。さあ OKABE 高信の1回目、どこまで距離を伸ばすのか、逆転想定エリアに入ることができるかどうか。さあ OKABE が飛んだ、どこまで伸ばすか、 K 点越えた、大きなジャンプだ、ガッツポーズが飛び出した。やはり OKABE 高信もう迷いはありません。 132.5m、 この時点で飛型も高い点数だ、文句なしのトップに立つでしょう。いやー、八木さん、さすがですね。さすがというか、やはり迷いがなくなったということはですね、体もスムーズに動いていきますよね。はい、いいジャンプでした。もちろんです。132.5m のビッグフライト、OKABE 高信が1位です。ただまだまだ上を目指します。ああそうですか、はい、斉藤コーチとともに少し上に飛び出そうということをやってきたらしいんですけれども。